はーい、どぶらいです。今回ですね、サポート隊の方が、ピックアップキャラが変わったということで、今回ちょっとビビが新規で来ているということで、ちょっとビビの方を見ていこうかなと思っております。サポート隊はね、上級者の方とかが結構、目の色変えて、狙いに行くようなキャラなんですけど、初心者の方でも全然ゲットしに行ってもいいのかなと。でも初心者の方は先にね、やっぱキャラをサポートよりも最初にキャラの方をね、集めた方がいいと思いますので、自分的には中級者、上級者ぐらいの人が狙うのがいいのかなと思っております。最初の方ってやっぱサポートキャラってね、全然いらないって感じではあるんですけど、自分も、最近ですけど、サポートキャラにもね、ちょっと、やばいな、入れないとな、みたいな時があるので、サポートキャラはね、結構重要な役割をしてくれますので、欲しいっちゃ欲しいっていう感じではありますね。ということでね、ビビの方、見ていこうかなと思っております。ということでね、やっていきましょう。はい、ということでビビの方を見ていこうと思うんですけど、まずタイプが自由と博識タイプという感じですね。で、心属性のキャラになっております。いいね、この演出がいい。演出っていうかイラストが素晴らしいね。また仲間と言ってくれますかっていうもう時ですよ。いいね。いや、キラキラしてるもんね。いや、ビビ可愛いな、おい。見ていきますか。まず必殺技が、一旦の間、自由と白色タイプキャラの攻撃を 1.5 倍にし、敵全体にかかっている一定以上のダメージ軽減状態を一旦減らすという感じになっております。攻撃力アップしつつ、ダメージ軽減、解除できるのは悪くないのかなと。でもやっぱ、普通のキャラとして使う感じではないですね。やっぱサポートキャラなのでサポートが結構優秀なんでね。で、戦長効果が自由と白紙タイプキャラの攻撃を2倍、回復を 1.2 倍ということで、戦長効果はねあまり使えないなという感じになっております。で、戦員効果ないんですね。サポート効果が、お待ちかねのサポート効果なんですけど、最終バトル開始時、敵全体にかかっている、一定以上ダメージ軽減状態を2ターン減らし、1ターンの間敵全体の力、速、技属性耐性を、10% 下げ、体力を3000回復するということで、サポートキャラとしてはいないんじゃないですか、この耐性下げキャラっていうのは。なので結構優秀な、貴重な効果になっているかなと。で、さらに、一定以上ダメージ軽減状態を2ターン減らせるということで、ボス戦でそういうキャラが来た時に、結構便利かなと思っております。結構悪くない効果ではありますので、ぜひともね、サポートキャラとして使ってみてもいいのかなと。やっぱ耐性下げできるのはかなり優秀なんではないかなと思っております。で、海賊性ステータスは、効果がないということで海賊性は使えませんよと。でもコストが1なので、余った時にはね、コストが余った時には入れてみてもいいのかなと思っております。そうですね、サポート効果としては優秀ではあったんですけど、優秀なおかつ貴重な効果を持っていたわけなんですけど、やっぱデバフ効果っていうのはね、結構このトレクルでは貴重なものになっていますので、あまりデバフ効果っていうのがないので、デバフ効果かけれるのはかなり優秀なんではないかなと思いますので、石に余裕ある方とかはぜひともゲットしてみてほしいなと思っております。はい、ということでね、ビビの方を、評価させていただいたんですけど、このビビ以外にもね、超すごいやつらが、10体ぐらい、ピックアップされているということで、ちょっと見ていこうと思うんですけど、10体ぐらいこんな感じですね。超すごいやつが10体ぐらいピックアップされてるんですけど、ちょっとね、この中で、強いキャラというかね、おすすめのキャラもちょっと説明させていただこうかなと思っております。まずはこちらですかね。高野菜ロー。これはね、自分も最近ゲットして使わせていただいてるんですけど、めちゃくちゃ強いですね。十分火力も出ますし、この1体いるだけでかなり火力も出ますし、1ミのね、2ターン短縮だったりだとか、チェーン結増加量がね、最大でプラス0.6 になるということで、普段はね、プラス 0.3 なんですけど、その倍になるよという感じで、かなり優秀ではあるのかなと
思っております。で、まあ、攻撃力も 2.75 倍だったりとか、まあ、スロットも 2.5 倍にできたりだとか、まあ、結構ね、使えますので、まあ、回復もできますし、まあ、結構万能なキャラですので、まあ、ぜひともゲットしていただきたいなと。で、まあ、タイプ超過もついてますし、まあ、自分連装にしたりだとか、防御力ダウン中に当たりダメージ 2.25 倍になったりだとか、で、まあ、戦長効果の方で防御力をね、ゼロにすることもできますし、まあ、一味のしびれを10ターン回復、まあ、これがかなり優秀ですね。やっぱそのギミック剥がしができるキャラっていうのはね、戦長効果でギミック剥がしできるっていうキャラはめちゃくちゃ強いので、うん、ぜひともゲットしていただきたいなと。まあ、しびれ状態解除できるキャラってあまりいないので、その戦長効果でね、うん、最近ですと、まあ、菊之丞伊蔵とか、まあ、そこら辺ですかね、しびれ解除できるキャラ。まあ、あとはブラックマリアも最近そうですね、しびれ10ターン回復もできますので、まあ、そういうキャラぐらいしかいないので、まあ、結構貴重な、効果にはなっております。で、まあ、高野菜ローはねめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、他ですと、まあ、こちらのルフィ&サージもねかなり優秀なキャラになっておりまして、まあ、お邪魔スロットを含む全てのスロットを、肉ソートに変換できたりだとか、まあ、回復もできますし、まあ、体力が満タン時一味の攻撃 2.5 倍ということで、まあ、この一味の、ね、攻撃力を上げれる、まあ、誰に対してでもバフをかけられるっていうのがねかなり優秀なところかなと。で、まあ、HP がマックスでなくても攻撃力2倍にもできますので、まあ、かなり火力上げとしてはね、結構優秀なんではないかなと。で、まあ、戦長効果も一味の攻撃力を上げてくれたりだとかっていうのがありますので、まあ、誰と合わせてでも使えるっていう点では、まあ、かなり優秀なキャラにはなっているのかなと思っております。まあ、でも5倍になっているのは体力が満タンの時だけですね。まあ、それ以外の場合は 4.5 倍ということで、まあ、でも 4.5 倍さえあればかなりね火力は出ると思いますので、まあ、結構自分的には優秀なキャラかなと。で、まあ、海賊祭でもかなり使えるキャラですので、前確か紹介させていただいたんですけど、まあ、3.5 倍にできたりだとか、攻撃力 3.5 倍にダメージできたりだとか、まあ、一味の攻撃力速度で、まあ、こちらでも一味の攻撃力だったり速度を上げてくれるということで、かなりね攻撃型なキャラになっていますので、めちゃくちゃ優秀かなと個人的には思っております。で、まあ、そうですね、うん、まあ、ルフィ&ね、サンジはね、最近その、7月の、メダル交換所の方で、交換できるキャラになっていますので、まあ、もしね、ここでゲットできなかった場合は、まあ、メダル交換所とかで交換していただいたらいいかなと考えております。まあ、かなり優秀ですので、まあ、持っていて損はないのかなと、個人的には思っております。で、まあ、あとは、まあ、ルフィ&ローとかも、なかなか強いキャラになっていますので、まあ、こちらもね、一味の攻撃力を上げてくれたりだとか、まあ、あと、スロット影響を上げてくれたりだとかっていう、まあ、かなり優秀なものになっていますので、まあ、さっきの、そうですね、まあ、似たような感じですかね、ルフィ&サンジと似たような感じで使っていけると思いますので、まあ、初心者の方とかは結構引いてもいいのかなと思いますね。まあ、赤手配書が来れば10分の1で来るので、まあ、かなり、お得なのではないかなと思っております。まあ、他ですと、まあ、自分持っていないんですけど、ナミ&ウソップとかも、まあ、ちょっとね誰にもないような効果、まあ、しびれ状態にすることもできますし、まあ、攻撃力遅延もできますし、まあ、しびれと膝封じを解除できたりだとか、まあ、属性相性も上げれますし、まあ、遅延中に与えるダメージとかも上がりますかね。まあ、上昇する効果をさらにプラス、0.3 上昇させるということで、まあ、結構、優秀なのではないかなと。うん、まあ、なかなかこの遅延中に与えるダメージの、数値をね上げてくれるキャラっていうのは少ないと思いますので、まあ、結構優秀なんではないかなと、うん、思っております。で、まあ、戦長効果の方でも、そうですね、敵全体の攻撃を一旦、確率で遅延させたりもできますし、そうですね、500万以上で遅延無効を状態異常無効の効果を無視して 100% の確率で遅延させることができるということで、まあ、かなり優秀なのではないかなと。うん、やっぱね、状態異常無効とか、まあ、遅延無効っていうのは結構されてきますんで、まあ、そういう時にね確実に、遅延させられるっていうのは、結構優秀なのではないかなと思っております。っていう感じですかね。まあ、超すごいやつらはこんな感じになってるんですけど、まあ、ここら辺はね結構優秀なものになってますので。で、まあ、最近オリンゲットしたんですけど、まあ、オリンはね、まあ、悪くはないんですけど、まあ、思ったより強くなかったかなという意見ですかね。まあ、効果的にはかなり強そうには見えるんですけど、まあ、ちょっとねあまり
まあ船員として使っていたので船長としてはかなり強いのかもしれないんですけど、一応船員としてはまあそこそこでしたかね。まあ悪くないキャラではあるんですけど、まあ今言ったキャラたちが当たれば結構いいね、当たりなのかなと思いますので、まあ、ぜひともゲットしてほしいなと。でまあ、サポートキャラもね結構昔のちょっと前の、サポートキャラとかも出ていますので、まあ、ぜひともゲットしてほしいなと思っていますね。やっぱサポートでかなり優秀なキャラが揃っていますので、まあ、サポート今回専念したいよって方はねぜひとも、引いてみてください。まあ、ということで、ね、今回はちょっとビビの方も見ましたし、まあ、超すごいやつらの、方も見たんですけど、まあ、結構優秀なキャラも揃っていますし、まあ、ビビもねかなり優秀な効果でありましたので、まあ、ぜひともね、サポート、際を引くよって方は狙ってみてください。まあ、かなり優秀な効果が揃っていますので、まあ、ぜひとも、ゲットしてほしいなと思っております。まあ、自分はねガチャ金中ということで引けません。ごめんなさい。じゃあね。